おはようございます。おお声がすんぞ、上から。おはようございます。おはようございます。2人でイエーって言ってくれればもうそんだけで終わりです。イエーイエーでも何でもいいです。なんかお風呂入ってるぜ感があれば。朝おじいちゃんしてないですか。もうおはようございます。おはようございます。気持ちいいよ。おはようございます。おはようございます。さあ一夜明けまして、来ましたよ、釣り堀に。ついに、我々が田舎育ちだというところを見せる最大の、これはね、チャンスだと思いますよ。チャンス。チャンス。見せ場。これで魚をバシバシ釣って、そういうシーンを撮れれば。なるほど。プシャ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 っていう家が撮れれば。釣った分は食べなきゃいけないので。まあだからあれにしたらいいですか。そのトータルの必要な引き数の過半数。取ったもん方の勝ちにすべてです。そうだね、8だったら、まあ、5。じゃあ8で4だったらドロー。あまりにも釣れないようだったら考えよう。まあ何にしてもですよ、しっかり釣って楽しく食べていこうじゃないかと。これ簡単ですよ。それだってこんなだってこんな なんかあばばばどうしました。なんか顔面突撃された何かの虫が。俺だってもうここにいるんだもん。だってそうね、見えてるからね、はい、ただ見えてる魚ほど釣るのが難しいっていうのが釣りのね、ゴロもう当たり前の常識ですから。言葉ですか。まあそんなところ見えてる魚ほど釣るのが難しい。逃がした魚は大きい。まあ、じゃあいきますか。まずやってみないことにはって感じですかね。はい、では釣り対決スタートです。餌は生き餌じゃなくて練り餌ですね。でもやっぱ人がいる方にいねえな。うんね、あんまね、やっぱり。なんか浮きとか欲しいな。釣れんのこれ。結構シュール。ちょっと確かにちょっと場所変えた方がいいな。ある程度いるところには行かないとね。あでも賢いわ。みんな賢いっすよ。見向きもしてないのに。おい、マジ。あ、釣れたね。釣れましたよ。うわ、すごい。釣れぽよしたね。いいですね。ナイス。我こそが三平でございます。うわ、出た。はあ、まゆむさん。え？あっちに死ぬほどいます。マジ？はい。本当だ。バッチもそこにつけた餌。つけないっす。浮かせてた。はい、浮かせてました。やっぱそっちの方がいいよね。俺が来たらいなくなっちゃった。魚にまで嫌われるの。あー食ったのに。テレ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 ボッシュートです。あれどこ。マリモさんボッシュートです。ん、近寄ってくるけどあっぶねみたいな感じで避けられるのは
これ餌がでけえのかな、バレてんじゃない、匂い嗅いで危ねえっていう感じでクンって、あ、落としちゃったよ。おい、マジ？おい、ちょっと待ってくれよ。あ、お魚。ゲッツ。やっぱ僕はあの5号機初期のゲットザランカーの担当してたんで。ゲットザランカーって何？え、アリストが出したあの液晶ビールのやつ。目押し色のやつですよね。そうす、全然知らねえ。これだから都会もんは、おい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 、魚一匹も釣れんばい。俺のことを舐めてもらっちゃ困るぜ。頼みのマリーモさんがあの調子では8は難しいかもしれませんね。これはね、やってみると幼少期を思い出して楽しいですね。子供の頃を思い出すわ。これが俗に言うあのパパが一番楽しんだのは、言うまでもないっちゃんね現象、はい、お子さんと一緒に行ったのにパパが一番楽しんじゃったのは、言うまでもないっちゃんね現象が起きますね、これは。はい、あー惜しい。くそ。あ、餌いかれた。なんで俺の方はあんま食べないんだろうな。シェフが悪いんじゃないですか。じゃあお二人残り15分です。15分。ただいま2-0です。おお、ゲゲゲゲゲッツ、あー、バレた、バレマンですわ。これあれだな、一人の子は食べない、一人の子は警戒心が強いから食べない、みんなでいる子たちの中に勢い、競争が起こらないと食いつかないことに気づきましたわ。競争？ お友達に餌先に食べられちゃうってなって焦って食いつきちゃうパターンなの。はい、おい、我先に、俺のだって、我こそはってこと？そう、我こそはっていう競争心をこうくすぐらないといけないんだ。くすぐらないと、せめて4匹は釣らないと、2人であと2つ、ノルマあと2、みんなで仲良く食べられない。うわ、アブさんが、アブさん釣りね、楽しいんだよね、やっぱね、やりたくなっちゃうよね。BB 弾っつうだね、 BB 弾ぐらい、 BB 弾ってこんなもん、うん、そうだよね。これぐらいじゃなくて入んないってことかな、口に入れてくれない。なんか多いね。くやっぴー、あー食ったのに、くやっぴー、餌泥棒、餌泥棒されました。私もどこ行った、ハリー。残り10分です。わあ早い。でも分かったぞ、結構、うん、そこの方にたゆたわせないと食ってくれないっすわ。
下につく、下につくギリギリぐらい。あ、バベルだよ。あ、バベルだ。あ、よいしょ。あ、よし。ゲゲゲゲッツ。ようやくですわ。お見事。うわあ。暴走した。おりゃ。お前はもう逃げられないんだよ。よし。ゲットです。いいっすね。よーし、あと1匹でタイだ。まずい。結構いいサイズなんだな。そうですね、食べ応えありそうですね。釣り上げてみるとね。どうしました？いや、手がぬるぬるだから。あー、びっくりした。洗いたいなと。まさか掴もうとしてるのかと思って。気をつけてくださいね、落ちないように。本当っすよね。服はまだ昨日の着りゃいいけど、靴が一足しかないからな。残り5分です。残り5分。うん、どこ行きました魚。こっちの方にもいないな。あの辺で今いっぱいいて、そっち向かってます。ほ、そう、このままじゃ負けてしまう。負けるとか勝つとかいうよりも一人一匹食べらんない。朝ごはん抜きになっちゃう。足りない。わ、そっちにすごいいっぱいいる。お腹空いてる時間とかですか？残り1分です。そうそうそう。あー、終わっちゃう。楽しい時間はあっという間なんだな。だね。パパが一番楽しんだ。よし、来た。うわ、来たか。でかい。おー、爆発的なサイズ。でかい。うお、でかい。あ、でかい。しなりがすごい。すごいでかい。でかい、これは。あ、すごいでかい。とりあえず陸にあげる。おーしぇー、すげえ。でか、これでかくない？相当引っ張ってましたね今。ねえ、うわ、でけえ。今日一かもね、このサイズ感。それはキングサイズだ。これは美味しいというか食べ応えあるんじゃないですか。一応みんなで食べられる分は釣れたよ。くそー、やったね。追いつかれた。ただいま15分になりましたので、これで終了です。ちょうどタイムアップ。サイズで負けた感あるな。最後に大逆転ホームラン打たれた。最後に来たね。でかっ。うわ、でかいなこれ。いいか、お前は今から俺たちと胃袋に入るんだよ。やばい。おい、生命の自然の摂理を教え込まれている。よりによってとんでもねえのに捕まっちまった、はい、いや楽しかったな、やっぱ釣りいいな。さすがでしたね。引っ掛けるんですよ。はいはいはい。おお。なんで、軍手使っていただいて、こうもう360度くるくる回して色に。はいはい、はい、ということで釣り対決2匹対2匹ということでドローでございました。最後に私がのやっぱキングサイズがいるんで、これマリモさんの勝利でいいんじゃないですか。いやいや、いいですよ、釣ったもんで。これでかいね。それどうやって焼くんですか。だって串が足りてないからね、はい、うわー、まあ、でかっ。他のやつと比べると結構わかるよね。うん、大体みんなこれぐらいのサイズなんですけど、で串のね、両端が余る。そうそう、ほらサイズ感だから。鯉のぼりですよ。うわ、来た鯉のぼり。普通でっかいほど上だよね。うわー、すごい。遊んでると怒られますよ、命をいただくんですから。確かに確かに。でこれをこれにこの粗塩を
まんべんなくまぶしてここにこう置いて、はい、くる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 しながら焼くらしいです。なるほど。ということなんで、まあ、シンプルな、はい、松本バッチさんもちょっとこれやってくださいね。はい。じゃあ手前にやってください。これの塩加減によって多分美味しい美味しくないとか出てくると思うんで。粗塩ですからね。やりすぎなのかなこれ。結構ゴリゴリにやるよね。そういうイメージ。うん。もうなんか塩食ってんじゃねえかぐらいな。トン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 、ヒゲじいさん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 、ヒゲんじん、ヒゲんじん、トン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 、ヒゲんじん、がもめる。やめてあげてください。ちゃんともめたんだから。よろしくあ、お願いします。あ、じゃあ、熱っ、熱っ。2匹が限界？2匹が限界ですかね。こいつらも災難だな。まあ優しい麦茶がオブジェのようにCM CM 何なのあの優しい麦茶、何かの象徴のように置かれてるんだけど優しい麦茶いい匂いしてきましたよ。マジ、はい、すごいね、この暑い中雲を歩いてんだけど、これ雲って生命力強いですよね。なんか環境適応力って言ってみようかな。だからスパイダーマンになった、スパイダーマンになれたんだろうな。ピーターパーカーピーターパーカーベンおじさん、何言ってんの。いいかピーター、大いなる力には大いなる責任が伴う。力が強いからといって弱き者を虐げてはならない。ペンおじさん。ハリーポッター？違う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 、スパイダーマンだっつって。スパイダーマンですよ。熱っ熱っ熱っ、熱い。より火が強くなるようにちょっと仰いでます。まっちゃんこれ絶対美味しいからでしょうね、うん、安心して、これは絶対美味しいんで。当たりっすか。当たり、間違いない。間違いない。君が今まで食べてきた魚料理の中で屈指の屈指のうまさ、うまさを誇ると思うよこれ。はいはい、ありがとうございます。おお、テケ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 、いやいやいや素晴らしい、焼けましたと。松本バッチ君が焼いてくださいましたよ。いや素晴らしいですよ。よしよしよし、いただいてみましょうか。いただいてみましょうか。これもうお腹の方がいっちゃっていいのかな。カリッといってみますか。いただきます。いただきます。一食。うん、うまい、うまい、うまい。これイワナだそうですよ。おいしい。うん、よく焼かく、うまいわ、うまい。骨大丈夫かな、うん、なんか骨もあんま気にならないで食べられるね。うん、ね、パリパリ、塩が香ばしくて最高でござるな。塩の加減もちょうどよくて、うん、肉もしっかり詰まってまして、これはいいぞ、これはいいぞ、これはいい、これはいいぞ。うん、うまいっすね、うん、おいしい。贅沢だね。贅沢だわ、ほんとに。これずっといられちゃうね、ここいや、そうっすよ、ほんとに。